ラケ動物とは、淡水及び、海産の微小な多細胞動物である。現在では独立の動物門と考えることが多い。ラケ動物門は、極めて小さい水中動物で、イタチムシなどを含む動物の総称である。ごく小さな動物であり、顕微鏡でなければ発見できない。構生動物中で最も小さいと言われ、小さいものは70マイクロメートルそこそこ。 大きいものでも1ミリメートルに達するものはほとんどなく、大抵は500マイクロメートル以下である。体は前後に細長く、左右対称で、腹肺の区別がある。付属詞などはなく、覆面にある専毛体で運動する。また、覆面に粘着線があって、物に付着することができる。体表は口ラで覆われ、鱗や細かい刺しをその表面に並べるものが多い。 消化管は、体の先端に口が開き、直線的に後端近い背面に出る。イタチムシ類では原人管が一対あり、覆面に開く。重層筋はあるが、環状筋はない。私有胴体であるが、同時に成熟することはない。イタチムシ類では、有生器官が発見されておらず、単ため生殖を行うのではないかと考えられている。卵は、体控えの後方に作られる。 発生は直接的で、妖精はやや小さいだけで生体とほぼ同じ構造。水中の藻類や沈殿物の表面やその間を、這い回って生活し、微小藻類やデトリタスを食べていると考えられる。寄生性のものはない。帯虫類には、感激生物であるものも多い。原体美化へを持ち、専門で運動することなど、和虫類に共通する部分があり。 かつては、臨形動物の中に含められた。まとめて、体形動物としたこともあった。現在では、独立群とみなすことが多い。腹毛動物門には十二か百五十種ばかりが知られる。すべてが腹、毛、綱に含まれ、二目に分けられる。イタチムシ目は、ほとんどが淡水性。頭部と腹部の間がくびれる。帯ムシめは、すべてが海産。体は、 幅が一定の体状。複側面には多数の粘着感が配置する。手数はこちらの方が多い。ありがとうございます。